おはようございます。おはよう。なんか私には黒く黒いピカピカってなる。おはようございます。合ってるのかな。合ってるか。みんな来てくれてありがとう。え、合ってるのかな。私まあいっか。みんな聞いてよ。おはようございます。結構なんか修行が順調に進んでる気がして、私はすごいこの修行の意味をよく感じています。ケビンさんかわいい、ありがとうございます。あのね、バンジャラモンスターさんハートもありがとうございます。なんか昨日めっちゃね、寝起きですよ。キヨニー、四つ葉のクローバーありがとうございます。クレアちゃんおはよう。おはよう。昨日めっちゃね、メールね、4通ぐらい検閲にかかって全部送れなかった。いっちゃんファイトありがとうございます。それ山さんもだるまありがとうございます。あ、3通か。前かがみになって。前かがみ、わからんかった。ハルルンさん、四つ葉のクローバーありがとうございます。パジャマだ。あれもやろう。ありがとう、ポンケさん。おはよう。ひろきさん、かわいい、ありがとうございます。そう、修行中万事。どんな内容やったん？なんか、話してみたいな感じ。メール少なかったのはそういう理由もあるけど、ただ単に昨日は本当に、ただ無な時間を過ごしたからメール少なくなっちゃった。ごめんなさい。うん、でもね、今話すタイミングじゃないんだと思う。だからタイミングじゃないよって検閲の人が教えてくれたのよ、きっと。そう、ひろきさんかわいい、ありがとうございます。タンベマーボーさんもハートありがとうございます。うん、ちょっと復活です。前髪が長いから早く切りたい。メタボネコさんかわいい、ありがとうございます。そう、同じありがとう、そうやって言ってくれて。メタボネコさんファイトありがとうございます。タンベマーボーさんもハートありがとうございます。ピーマンさんもハートありがとうございます。そう、修行中にはまだ早いんだって。だから私多分ね、31日とか復活しそう。31日に復活とかなんやねんって感じだけど。ポンケさん、リコチのプラスチックを好きです。こちらこそありがとう。いつもおはっこり、コケコハッコリーだね。あ、ユーモ、そう、ユーモン髪の毛切りたいのか。エンちゃん、四つ葉のクローバーありがとうございます。うん、そう、いちごなんです。いちご。あやずさんありがとう、ありがとうございます。ハレルンさんもバラありがとうございます。うん、待っててくれてありがとう。なんか言えることはあるの。なんかきっとみんながかわいい、ありがとう、アンパンさん。そんなって感じな。って感じなんだけど、なんか話すとね。マサノレさんかわいい、ありがとうございます。修行期間もちろん。タンメマーボーさんかわいい、ありがとうございます。そう、それがね、おはよう。あのね、なんか検閲で引っかかったけど、まあ言ってもいいんじゃないみたいなことはあったの。それがね、なんか、うん、どうしよう、まあいいや、いつか言おう。
ケビンさんハートありがとうございます。ありがとう。おっこさんもなんだっけ、アイスありがとうございます。見かけたのでありがとうございますね。あ、リコちゃんと一緒に暮らせる、そうやって行動しようねちょっとどうしよう。でも多分31日とか、あ、日曜日は夜更かしできないよ。土曜日とか30日とか復活しそうじゃない？多分復活するかもしれない、わかんないけどだからその時にまた、その時にオンライン飲み会をみんなでしたいDD いつか言えるようになるまで DD。 ありがとう、ありがとう。おはよう、りーちゃんだよ。ちくわさんハートありがとうございます。ぶんちゃんもハートありがとうございます。ぽんけさんありがとう。こひみぶさん千万両ありがとうございます。おはようございます。うん、え、じゃあそうしよう。じゃあ土曜日の、土曜日、来週の土曜日には絶対帰るから時間空けといて。超楽しみ。私は水だけど、あ、飲めないのでジュースね。用意して楽しみに待ってて。時侍さん、四つ葉のクローバーありがとうございます。時間空けといて。うん、お仕事、お仕事どうなのかもちろんよ。あそうだね。クエン酸 100% ジュース、クエン酸100リコチクエン酸 100% ジュース私飲むの。でも疲れが取れそうだよね、で味覚がな、また泣くわ、エリオンの日。じゃあ復活は30日決めた。うん、復活30日だから。でも私全然ね、なんかみんな情緒が悲しんでるみたいな、元気がないとか思ってるかもしれないけど、私めっちゃ元気だしって感じだよ。うん、ツノサンバラありがとうございます。なんかすごいじらす、じらすみたいな感じになるけど、なんか多分言うタイミングは今じゃなくて落ち着いてからの方がいいと思うから、だからね。あの、いっちゃんバラありがとうございます。だからね、あのね、言うタイミングは今じゃないと思うから、そのなんかボンボンなんかクリクリする、あの土曜日、土曜日の夜に話そうね。じゃあ21時半ぐらいからしよう。うん、めっちゃレベルアップしてる気がするんだけどな、気のせいかわかんない。レベルアップまだ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 って感じ、これからって感じ。期限決めて、うん、集中的に取り組むのもありだよね。なんかいいと、野口さんハートと四つ葉のクローバーありがとうございます角さんもバラありがとうございます。そうだね、え、ちょっとなんか するなら爆発したいけど、爆発したらなんかジラザラの好きよかったですうん、ムースさん四つ葉のクローバーありがとうございます。じゃあ約束しましょう、30日は21時半に会いましょうタカミーさんハートありがとうございます。うん、おはよう。あ、今起きたんか。おはよう。あと日曜日だもんね日曜日だからしょうがない。うん、ミヤティさんファイトありがとうございます。そっか、 BLT だ。ありがとう、読んでくれて。私まだ読んでないけど買うかな、ママが買うかな、わかんない。その時はヤッホーだね私も読みたい。まだスポニチさんも、あれ、スポニチさんどうだった、忘れちゃった。サズちゃんバラありがとうございます。ツノキチさんハートありがとうございます。ね、待ってるよクラーちゃん。ナナちゃんおはよう、お久しぶりか。うん、いい爆発。ポッカレモンの濃縮還元、わーお、マヒナ先輩すごい。
カレモンって酸っぱいのかな。さとちゃんにバラありがとう言ったよね。ありがとうそうだね、飲み会よりお楽しみ会かもしれん。腹を割って話す会なんかこの前の日曜日もした気がする。それで結構楽しかったから。わー、ザ3冊も謎に全部ありがとう。じゃあちょっと2冊はゆっくりって。うん、必ずしも答えを見つける必要はないから、この期間で気づけたことを大切にしていこう。ありがとう。30日何かあるの？腹を割って話す会なんか夜更かしない、夜更かしトーク、夜更かしトークナイトみたいな。どっちさんありがとう。え、酸っぱいんだ。おはようのんさん、りゅうさん、あ、おはよう、やほしおつさん、うん、腹を割ってきよにいいね、ありがとう。うん、腹を割るから。そう、30日に修行から復活する予定なので。でも復活できなかったらごめんなさい。復活できなかったらちょっと、はあ、ありがとう。もし間に合わなくても待ってるから、ありがとう。うん、24時まで復活祭、そう、イエスキリストって感じ。どういうことやねんって。あ、バキバキに割ってくれてるの、腹割りない、そんなくいけ腹割りない。そうだから、復帰して待機ありがとう土曜日だね、土曜日。日曜日は夜更かしできない、月曜日だから。ねえ、トレ用意するの夜だよ。朝ごはんじゃん朝ごはんじゃんって、で朝ごはんじゃん。いつでも一緒に進めます。ありがとう。一緒に進もう。それまでに私は、うん、そうだね、得るもの、何かを得るんじゃなくて、うんうん、そうします。じゃあで、こっちエッグ、なんでなんでタムタムしてるの。じゃあ私は何しとこうかな、何もわかんないやでもその時にまた多分復活期間、私から離れていった人もいるかもしれないけど、その時にまたって感じだよね。何なんだろうね、わかんないけど、なんで私修行してるんだろうってたまに思ったりするけど、修行中なんか私生き生きする気がする。あ、そういうことか、修行復活祭。あら待って、15分になっちゃった。ありがとう、教えてくれて。うん、あ、こけちゃんの答え、マリモです腹は内臓脂肪流出するの面白い。朝配信頑張って。大丈夫だよ朝配信。うん、メールで何話したかとか伝えるよ。これから駄菓子は200円、何百円、500円ぐらい。じゃあランキングを読みますね。さつちゃんさん、バラありがとうございます。900秒、900秒って早いね。クソファン、うん、ありがとう言ってくれて。私大丈夫だもん、分かってくれる人が、リコチュー先生、うん、ありがとう。お時間だ、すずちゃんバラありがとうございます。お時間だすごいね、90枚出し握手券。じゃあありがとう、みんな今日も応援してるよってね。時間過ぎるの早いね間に合った。じゃあちょっと遠足行くのね。うん、じゃあランキング読みますね。テロップが出てるのも、ナオスさん、あムスさん、ユキメさん、ピーマンさん、トキザムライさん、もういつもザムライが読む、ハッピーザムライなの。ミアティさん、オッコさん、ズームレンズさん、マスノレさん、アキサトさん、伊藤ひろしさん、チューチューさん、ボンさん、タコミンさん、ブロンコさん、ルーさん、ハゼチさん、ジュンさん、トシさん、モビさん、エンちゃん、イトさん、ツノキチさん、イッちゃん、リコチ大好き、うん、あやささん、マッキーさん、ありがとうございます。野口さん、ありがとうございます。
キヨニーありがとうございます。渡辺さんありがとうございます。マシャさんありがとうございます。修行中一緒だったね、元から修行中。サトちゃんありがとうございます。ブンちゃんありがとうございます。ボヤキーさんありがとうございます。マエのりみおさんありがとうございます。マイチュリーンありがとうございます。チコさんありがとうございます。そして本日のメルヘンチェンジ、メルヘンチェンジができない、ケビンコリー、瀬戸内の僕の太陽、おはよう。おはよう、もう私の太陽ケビンさん、いつもありがとうバイバイ、バイバイじゃない、またね。ハルルンさん、2位はハルルンさん、いつも本当にありがとうございます。ハルルンさん、私の太陽ありがとう。そして1位は、あ、今から飲みに行くの、気をつけて、今日ありがとう。洗濯日和、おお。じゃあ私は、あ、でも洗濯、じゃあカーペットを干しますラグをまた。そして1位は角さんです。角さん、いつも私の太陽ありがとうございます。バラ私もバラを返す、ありがとうございます。私も好きだよ、みんなのことが、ありがにょな。七並べ昨日ね10ベッドしたんよ。154日ありがとうございます。離れたくないよね。チュンって言ってるのケンジンさんでしょわかるんだからね人の意見聞くけど、聞いた結果だよこれも。うん、涙、うん、私も大好き、光合成するね。10ベッドしてすぐバーストした日からバイバイって感じ。うん、行ってきます。ということで皆様ありがとうございました応援ありがとうね。あ、七並べ、じゃあちょっとしよっかな。じゃあ10ベッドタイムも会いたいし、スケモンさんもありがとう。ということでありがとう、抱きしめてやる、ありがとう抱きしめられちゃった。バイバイなさい。あ、6位秋元先生、俺、時侍さんファイトありがとう。じゃあねみんな、うん、七並べメールで送るね。バイバイ、ありがとうみんな。